はい、皆さんこちら今日のねサブチャンネルですけど、今日こちら30セルシオ後期ですね。でこちらのね、まあエアコンとトルコン太郎の ATF 交換ですね、あとブレーキ液の交換をしてほしいっていう、この3つの方のね作業をやっていきます。で今回はねこちらの車はね、あの福岡県の方からね来ていただいてます。で愛知県のねナンバーだったんで、愛知から来たんですかって聞いたら、まあ転勤で今来てるだけだからっていうところで、まあね愛知ではなくてね、あの愛知ナンバーなんですけどね、福岡の方からっていうことでした。でね、なんか愛知かまあどっかな、まあ向こうの方にいた時に、まあその言ってたのが、なんか YouTube をね、うちの YouTube を結構昔から見てたっていう話で言ってました。で会社の先輩とかとねなんか一緒に見てて、ね、いつかこう出したいなみたいなね先輩と一緒に言ってたらしいんですよね。そしたらまあこちらの方に転勤になったっていうとこなんで、なんか持ってきたっていう風に言ってました。本当ありがとうございます。あのぜひね、あのこの動画を見てるこの会社の先輩の方も、あの自走で遠方からいっぱい来てる方もいるんでね、来ていただければまた嬉しいかなとは思ってます。でまあ今回ねこちらの方のメンテナンスをしていきます。でエアコンがね入庫した時に、まあ、冷えてるかなって思ったんですけど、なんか温度を、ねまあ、測定するときって、あの今日の、ね、一番温度下げて風量マックスにするんですけど、風量をマックスにした途端に、ね、なんかぬるい風しか出ないっていうね、なんだこれはみたいな。で、まあ、ガス引いたらガスは少なかったですね。まあ、あとメンテナンスしてどう変わっていくかっていうとこ、あとまあね、今まで ATF の方もまあやったことはないって言ってたんで、まあ、やりたいっていうのも言ってたんで、まあ、一回開けてみてね、どんな状態かっていうとこです。それではね、こちらの方やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今から作業やっていきます。まずエアコン吹き出し口温度ですけどね、 24.9 度っていう風な数字になってます。でなんかこれ効いてないじゃないかっていう感じになってるんですけどね、まあこれちょっと後で説明しますね。でガス規定量ですけどね、 650g の 280g の 370g 減っていうね形になってます。ですんでまあメンテナンス状況としてはどうなのかっていうところですね。車もねやっぱ古い車ではあるんで、今までやったことがあるのかっていうのもよくわからないですけどね。でこれをね、まあ、回収した後にあのフラッシングですね、配管内の洗浄をやっていきます。であの最初の吹き出し口温度ですけど、これ後で気づいたんですけどね、あの外気が入ってる状態になってましたね。全然気づかなかったです。あの何ですかね、内気とか外気とかのスイッチの LED がねなんか終わってるっぽくてついてなかったんですよね。でしかもなんかこのセルシオはね3段階の調整みたいなんですかね、あの多分オートと中をに入れるのと中で回すのとっていう感じで分かれてるのかな。まあとりあえずなんかそんな感じで、ちょっと設定を間違ってたっていうところなんで、外気の方が入ってるっていうね、あの外の空気入ってるからちょっと本当高くなってるっていうところでした。なんでちょっと、ね、最初と最後のデータが参考にならないデータになっちゃったっていうパターンになりますけどね、ちょっと申し訳ないですね。でこちらね今フラッシングの方をしています。液化したガスで配管内洗浄ですね、こちらの方をやってます。でこうすることでね、まあ詰まりがあれば取れることもあります、取れないこともあります。であと配管内のね古いコンプレッサーオイルですね、こちらの方も出します。でこのガスの入る量を見ながら、まあ場合によってはねその回数を増やしたりとかっていうのはもう臨機応変にね対応してると。だからフラッシング9回なんですけど、まあ、9回以下のフラッシングってあんまりしないんですよね。まあ内容によってはそういうこともあるんですけど、基本的には9回、場合によってはね、あのなんかいまいちだなっていう時はまあね18回でもね30回でも40回でもっていう風な感じになることもあるかもしれないです。まあ一応過去最大は30何回ぐらいだったような気がするんですけど、ちょっともう覚えてないですけどね。そんな感じでね、たくさんのフラッシングをするっていう、だからなんか詰まりがあるかな、でも取れそうな気配があるっていう時はまあどんどん攻めていくっていうイメージですね。でまあ最近ねやっぱりこう入庫してくる車を見るとね、結構詰まってる、もしくはへたってるね、コンプレッサーがへたってるっていうのが多いかなって思います。まあ当然ねやっぱりこうエアコンが効くから来るっていう人は割合的にはやっぱり少ないんですよね。だからまあこういった動画を見てガスが少ないからまあメンテナンスがてら来ますっていう人もまあいるのはいるんですけど、まあそれはやっぱり全体に対しては少数な意見なんでですね、やっぱりこう来るっていう部分になると、やっぱ実際効きが悪いからしてください的な人の方が多いのかなとかね、長く乗ってるからしてくださいっていう人が多いのかなっていうところなんですよね。ただやっぱりコンプレッサーオイルとかが少なかったりするままずっとね動いてると、やっぱコンプレッサーもやっぱりへたっていくんでっていうのもあるんで、やっぱりねオイル交換は早めに皆さん来ていただければっていうところなんでね、ぜひぜひ来てくださいっていうところです。
で、まあ、最近のね、この動画を今一生懸命上げてるんですよ。もう2日に1本のペースで一生懸命上げてます。ですけど、まだ7月、7月ですね、の動画なんですよね。このまま行くと、8月の動画がね、まあ、9月から10月になっちゃうとね、だんだん季節感がなくなってくる動画になるのかなっていう。今はまだね、7月の動画が上がっても、まあ、暑いけど、だいぶ涼しくなりましたけどね。やっぱりちょっと季節感が若干ないかなっていう雰囲気はあるかなっていうのは感じますね。まあね、なんとか頑張ってやってます。毎日投稿するとね、きついですよね。やっぱ仕事はこれだけ詰まってて、動画の編集もしなきゃいけないっていうね、なったら辛いですよね。サムさんは基本的にはね、やっぱ動画編集も全部サムさんがやってるっていうとこなんで、やっぱそれをやると、仕事が忙しいとね、なかなかね、その動画編集まで回らないっていう感じですね。だからね、最近もね、ちょっと仕事忙しくて、もう毎日ね、12時回っちゃうことが多くて、非常にきついですね。でも動画も編集しないと動画も上がらないしっていうところで、なかなかしんどいですね。だからね、なんとかやっと少し落ち着きつつ、落ち着くって言ってもね、それでもね、多分10時ぐらいだとかやってますもんね、普通に。終わんないから。で、そっから家に帰ってね、バタバタ風呂入って、そっからね、家で編集したりとか、まあ会社で編集した方がね、パソコンは使いやすくしてるんですけど、まあ家でも編集するんで、もう家でね、ある程度編集して、編集が終わってから寝るみたいな感じのをやってると、やっぱ寝る時間も遅くなっちゃうしっていうところでね、なかなかね、体を削って、体を削ってるけど、体の方は減らないんですけどね、相変わらずのね、わがままなボディはしてますけど、そっちは減らないんですけどね、なかなかね、心身ともに疲弊はしてるんですけどっていう感じですね。まあちょくちょくね言ってるんですけど、まあ問い合わせの電話とかで、まあね、例えばエアコン効かないんですけどしたら治りますかとか、まあ ATF でね、なんか例えば今調子が悪いんですけど治りますかっていう問い合わせがね依然として多いんですけど、ね、やってみないと分かんないっていうところをね一生懸命言ってるんですけど、多分そういう人たちっていうのは多分何かの動画だけを見てるんで、まあ毎回これを言ってればね毎回の動画で上がるんでしょうけど、多分そこを見てるわけじゃないからね、やっぱりそういうのは分かんないっていうところでね、結構ね聞かれるんですよね。だからこう交換したら治りますか、いや分かんないですね、だからこの車ってやったことありますかとかね、結構もう何が悪いんですかね、こういう状態なんですけどとかって言われたりとかってあるんですけど、分かるわけがないとね、車がここにないのに分かるわけがないけど、まあ、答えをね一生懸命聞いてこようとする人が多いんですけど、もう一生懸命、ね、説明するんですよ。具合悪くて病院に行かなくて、病院に聞いたらね、じゃあ風邪とかね、なんかがんとかインフルエンザとか、じゃあ言われるのかって言ったら言わないじゃないですか。やっぱり見ないとですね、検査しないとみたいな。だから車もまあ一緒ですよね。だからまあ症状を聞いて、じゃあこういう風にして試してください、こういう風にして試してくださいとかっていうのはまあ言うんですけど、まあ結局そのやり取りをいっぱいしてもなかなかね、じゃあ聞くだけ聞いて持ってこないとかですね。あと例えばね、エアコンで多いのは電装屋さんに出したとか車屋さんに出したとかでも治らないんですけど、わかりますかっていうのをうちに聞いてくるんですよ。でもうちに出す気がないのに聞いてくるから困るんですよね。それだったら出してるところでもうちょっと話を詰めて修理してくれみたいなそういうのは本音ですけどね。それでやっぱ電話でね30分とか1時間ぐらい話するんで、結構作業ロスが出るっていうのがしんどいかなっていうのはありますね。で、そしてね、こちらコンプレッサーオイル充填、ガス充填、添加剤充填ですね。で、まあ、いつもね、見てもらってる視聴者の方とかの場合は、まあ、多分そういったことを言ってくる人ってね、多分ほとんどいないと思うんですよね、やっぱり。ほんとね、たまにだ、たまたまなんか自分の悪いから調べたら引っかかったっていうね、そういうのでやっぱ電話かけてくるっていう感じだと思います。だから、まあ、100歩譲ってそこの問い合わせが、まあ、仮に、まあ、良くはないですけど、いいとしても、ひでえ人は本当なんか、この車にこのナビつけたいんで何用意したらいいですかとかね、聞いてくるんですよね。で、うちに出すわけでもなくみたいなね、もうとんでもない人いっぱいいますからね、もうなかなかね、まあ、多分同業者の人であったりとか、まあ、他業種であってもね、まあ、なんかこう、似たような悩みっていうのは抱えてるんじゃないのかなって思いますけどね。なかなか問い合わせしてくるたちのね、そういう人たちってなかなか頭のネジ吹っ飛んでんなって思いますもんね。で、吹き出し口温度ですけど 10.7 度ですね。最初のデータが欲しかったですね。すいません、これちょっとあんま参考にならないですね。で、次ですね、こちら ATF の交換の方をしていきますので、まずはね、邪魔なものをどんどん外していきます。で、こちらのね、方を外していって、で、まあこの辺はもう大体あれですね、まあ18のクラウンぐらいからと一緒のような作りなんで外していって、
で、セルシオの場合なんですけど、まあ今で言うとこれ向かって左側ですね。ここですね。こいつが邪魔なんですよね。ここを外さないとオイルパンのボルトが多分2、3本は外せないんで、まあ、外すしかないんでね、これ取りますね。で、これを取ったらとりあえずオイルパンが外せるっていう状態になります。で、ここ外して今からオイルパンを外していくんですけど、まあセルシオもそうなんですけど、例えばまあ18クラウン、まあ200系クラウンもそうかなって思うんですけど、もう多分フルード交換うんぬんの前にですね、多分オイルパンのパッキンが寿命な車が多いと思います。結構ね、漏れてなくても覗いたらパッキンが割れてるとかね、もうそういうのもありますね。だからオイルパンからちょっとピュッてはみ出してるとことかがもうひびが入ってるとかね、もう若干滲んでるとかっていうのが非常に多いです今。で、だから年数的にやっぱそういうとこもあるんで、一回オイルパンを開けるっていう長く乗るんであればですね。で、ちなみにサンプルはこんな感じですね。だから長く乗るんであれば、まあ18クラウン、200クラウンぐらいの人ぐらいまではもうその辺を視野に入れた方がいいでしょうね、年式的にもね。そしてこちらドレンパッキンですね。ドレンの方はもう開けないので、パッキンは新品を装着して組み付けと。で、あとはこちらオイルパンの方をね、外していきます。で、あとね、フローのパッキンですね。そちらの方も最終調整の時にはパッキンを新品に変えてっていう形でね、やります。で、もう今はね、オイルパンも様々な種類があるんですよね。まあこの辺の年式とかから、まあ200クラウンぐらいまではだいたいこのタイプですけどね。そっから後になってくると、まあガソリン車とかハイブリッドとかでも変わるんですけど、ゴムみたいなのに変わったりとかして、ボルトがもう6本とかぐらいしかついてないとかっていうのもあるんですね。そういうのだと外す手間はだいぶ変わりますけどね。で、開けてみて、で、まずストレーナーですね。こちらの方外します。で、外すときにね、ドバッと出るんでご注意ですね。で、こんな感じですね。で、外して。で、鉄粉ですけど、どうでしょうか。ねえ、真っ黒くなってるところが、こういう風にすると、まあ、ここなんかも見てもらうと。で、こんだけね、やっぱこう、パッと見分かりづらいですよね。まあ、もともとの色がシルバーなんで、まあ、鉄粉かどうなのかっていうのも分かんないですけどね。で、一応鉄粉をある程度取れる分だけは取っていきますと。で、取った後は、こちらですね、拭いていきますけど、こするとね、ほうは何ですかね、ウエスのホコリみたいなのがつきますので。で、こちらストレーナーですね。オーリングにフルードを塗って、そして組み付けですね。で、こちら OK ですね。で、その後にね、今度ね、オイルパンですね、そちらの清掃の方もしていきます。ねえ、なかなかね、もう、こう、鉄粉がやっぱりね、大体もうついてるのが多いんで、ね、一回ぐらいはね、開けてみるっていうのもいいですね。だからやっぱり最初のうちが特に出るんでですね。で、これですよ。パッキンがもう、外そうと思ったら、この、もうパキ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 折れるんですよね。だからまあ、結構硬くなってます。で、まずはこちら。ね、こんな感じで、鉄粉をね、まあ、マグネット掃除と鉄粉がこんな感じでね、ついてます。で、まあ、マグネットがちっちゃいのがいくつかついているタイプなんですけど、大きいマグネットがついているので、なんかこうヘドロみたいなドロッとしたような感じのね、風貌になってるっていうか、そういう風になってます。で、これでね、あとまずは掃除していきます。毎回言ってますけど、色が黒で分かりづらいだけですけどね、まあまあ鉄粉がついてますんで、一回これでね、パーッと綺麗にしていきます。で、あとね、パッキンがついてたところですね。パッキンがついてたところにカスがまあまあやっぱついてるんで、ここをきれいにね、掃除していきますね。ペーパーで鳴らして掃除して。で、あと最終的にもう一回オイルパンを清掃して、で、マグネットももう一度きれいに清掃して組み付けをすると。で、パーツクリーナーが冷たいんで、夏場はね、やっぱこう、鉄板がこれ冷えちゃうんですよね。そうすると結露するんですよ。ですんで、最終組み付け前にはね、一回エアブローで、まあ、ホコリ取りも兼ねて、水分もね、全部飛ばしてやるみたいな、そんな感じですね。で、マグネットもつけて、これで OK ですね。マグネットもね、なんかいくつかつけるとこがあるんで、最初についてたとこをね、忘れないようにっていう形です。で、まずね、そしたら親友4リッターですね。こちらの方を入れていきます。オイルパン組み付け5ですね。で、こちらを入れて、で、その後エンジンをかけます。そして、アイドリングで、まあ30分ぐらいはね、回した方がいいですね。フルードの温度もまあ上げなきゃいけないっていうのもありますけど、この入れた親友4リッター分の洗浄効果もありますので、どうせなら回して汚れを浮かせてからね、圧送効果に入るっていうのが、まあ無駄なく効率的にいくのかなっていうところです。で、まあ結構汚いですね、これね。なんか、ね、なんかチョコレートみたいな色してますけどね、なんかこう、鉄粉もね、結構泳いでますね。じゃあね、圧送交換1回目、9リッターですね。こちらね、30分以上置いて汚れ浮かせてます。でも、見た目真っ黒ですね。まあ、これがね、どこまで綺麗になっていくのか、何回しなきゃいけないのかっていうとこですね。だからまあ、走行距離であったりとか、ね、あとまあ、交換歴であったりとか、ね、乗り方であったりとかっていうとこでもかなり左右される部分ではあるのかなっていうとこです。
で、まあ、イメージ的にはもう本当ね、あのフルードを使ってのフラッシングみたいな感じですね。だから綺麗になるまでやるっていうところなんで、まあそういうのでね、あの、まあ、壊れるリスクっていうんですかね、まあ、そこを極限までまあ下げてやると、まあ、絶対壊れないとも言えないし、じゃあ壊れた時が本当にフルド変えたせいで壊れたのかっていうのもありますよね。だって10万キロ20万キロって走ってたら分かんないじゃないですか。メーカーも保証もしないっていう内容にもうなってますからね。で2回目ですね、こちら9リッターまた2回目いきます。これもね、1回目が終わってアイドリングをして、ね、汚れを浮かせてっていう感じです。だから最終的に終わって色味が透明になって、例えば赤なら赤とか緑なら緑みたいな綺麗な色になってたとしても、あの汚れが結構ね浮いてきたりするんで、ね、最後の方の点検とかは本当30分とか1時間とかはねアイドリングするっていうのをやって、どこまでね汚れが浮くか、鉄粉が流れてくるか、ね、色味が綺麗になっても意外に鉄粉が泳いでたりっていうのもあるんで、まあ、よくチェックはした方がいいですね。そうすることでね、やっぱそういったリスクを減らしてやるっていうのが大事じゃないかなと思います。でこちら2回目がねもう終わりますね。だいぶ透明になってきたんじゃないのかなっていう感じですね。でこちらからまたね、30分以上置くと色味が少し黒くなってます。で透明感はあるんですけどね、やっぱりライトを当てて、ね、チェックしたりとかするとね、やっぱちょっと鉄粉を泳いでたりするんですよね。だからまあそこをまた最終的なところで綺麗にしていくっていうところでフィニッシュしていくっていう流れじゃないのかなって思いますね。もうでもね、色味もだいぶいい感じの赤になってきたんじゃないのかなっていうふうにはね思いますね。だからまあフルードもこれだけ使うし、基本的に ATF 交換で1台でやって1日がかりでするっていうスタンスなんですよね。だからまあそういう感じなんでね、まあ、金額もね高くなるんですよね。でも分かってる方は、ああもういいですよ、それぐらいかかると思ってたんでっていう人もいるし、もうそんなにするんだったらねしないっていう人もいるんですけど、まあ、そこはね、まあお客さん側にも選ぶ権利もあるしっていうところなんで、ね、それで来てくれる人が来てくれればいいのかなっていうところです。で30分以上置いてもね汚れも浮かないんで、まあここで OK でしょっていうことで SOD1 ですね、こちらの方を充填していきます。これ裏からね充填してますんで、一番左側のね色を見てもらうと SOD1 カラーのねフルードっていうか、まあね添加剤ですねが入っていきます。であとね抜き取り調整用の1リッターですねをこちら今から充填していきます。まあ中に残った SOD1 もついでに押し出してね全部入れちゃうっていう感じですね。でこれで OK で、あとはね ATF4 をこちら下げます。下げてや、まあ、こうしてやった方が早いですからね。であと油量の調整をしますね。これで調整して、まあ、完了ですね。まあから最後にね多く入れてるのが、こう開けた時にねあのフルードが出てこないことたまにあるんですよね。いや入れてても出てこないやつたまにありますからね。まあそういったのもあります。でこれで OK ですね。で最後はこちらブレーキ液汚れてますね。でこちらの方をね交換の方をしていきます。でもうこちらセットしてね、もうどんどん抜いていくって感じですね。まあ最初にね上に溜まってる分をもう抜いてやった方が早いですね。そこから新しいの入れてやって残ってる分をまあ踏んで出してやるみたいな、まあ、そんなイメージだと思います。でこちらの方をね出していきますね。でブレーキ液もねやっぱりこう時間が経つと色味も変わるし、まあ結構水分もね含んだりするんで、まあ定期的にね交換した方がいいんじゃないのかなと思いますね。でこれでブレーキ液交換も完了です。ねまあ、抜いた分こんな感じですね。まあ結構黄色な感じっていうんですかね。で綺麗になってますねこちらが。はい皆さん、今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねセルシオのまあメンテナンスでしたね。で ATF 交換とエアコンとあとブレーキ液の交換ですね、そちらの方をしました。でまずねあの ATF ですけど、走行距離こちら15万キロです。でまあ今までねやった記憶はないということ、まあそのね新車で買ってるのかね、まあ中古で買って乗ってるのかっていうのは分かんないんですけど、だからまほぼやってないっていうところで思っていただければっていうところでした。で実際もう抜いた時点でね汚くてね、あ結構鉄粉の混ざってるような ATF の色をしてるなっていうのはありましたね。でまあねあのマグネットにも鉄粉もそれなりについてるし、まあ、ガスケットも結構カチカチな感じになってたんで、まあ、交換のタイミングとしてはね良かったんじゃないのかなと思います。でまあ交換しましてこちらですね、こっちが最初でこちらが最後、もう全然親友のようにね綺麗になってます。であと最後にね SOD1 を入れてますけど、そちらはね入れることで金属同士の摩耗を抑えたりとか、あとオーリングとかがねこう何ですか、ちっちゃくなったり硬くなったりとかしてるのを復活させたりとか、まああと汚れを取るとかね、そういった効果もありますので、またフルード交換を次する時とか結構汚れてる可能性もありますね。今回のね、まあ、親友の洗浄効果で取り切れる分は取って、取れない分はまあ SOD1 で浮かせるみたいな、まあ、そんなイメージじゃないかなって思います。
でブレーキ液はね、まあ広かったですね。でどういったねメンテナンス状況なのかちょっと分かんないですけど、まあ、しっかりと交換をして、まあ、綺麗になりました。ブレーキ液もねやっぱり2年に1回ぐらいは変えた方がいいと思います。ね、水分も含んでね色味もだんだんね透明から黄色で黄色から茶色、茶色から黒みたいなそんな感じで変わっていくんですよね。でまあ元色がねもう黄色っぽい色とか茶色っぽい色もあるんで、まあ一概にはそうとは言えないですけど、まあ基本透明のねフルで入れた方がだから分かりやすいですよね、目安がねっていうとこです。で次エアコンですけど、最初の吹き出し口の温度がね高かったんですけど、あれ原因が分かって、中循環とそこ外からのね外気の導入ですね、まあ、そちらの方の空気の流れ、ね、ヨーマン君に中に乗ってもらってエアコンをね風量をマックスにして温度下げてもらったんですけど、オートエアコンとかに設定してるとたまにそこは勝手に切り替わったりとかするっていうのもあります。でこのタイプがね外気を入れるのとオートとあと一番外が内中循環かなっていうのになってるんですけど、中循環の部分はなんかランプがつかないから電球が切れてるのか壊れてるのかがちょっとよく分かんない状態でした。で、まあ、実際作業するとガスが、ねまあ、200何本ぐらいだったかなっていう状態で、コンプレッサーオイルが、ね、もうあんまり入ってなかったですね。だから、基本多分ノーメンテだと思うんで、まあ、それを考えれば、ね、いいタイミングだったんじゃないのかなと思います。で作業後の吹き出し口温度はまあ10度ちょっとでは、ちょっと最初のね測りを失敗しちゃったもんだから、目安が何とも言えないんですけど、まあ、冷えてるは冷えてます。ただ冷えるまでねちょっとやっぱ時間かかるんですよね。多分ねコンプレッサー下手ってますね。でやっぱコンプレッサーオイルが少ない状態でやっぱりねずっと動き続けるっていうことは、やっぱりコンプレッサー本体の方にねやっぱりダメージが溜まっていってね、やっぱ圧縮不足っていうのも起こるんで、まあ、圧力の方がねっていう風になってましたね。まあ、それでもねまだそのね今日も結構暑いですけど、まあ、10度までは下がるっていうところなんで、まあ、十分じゃないかなとは思いますけどね。まあ、しかしねこういう風にねやっぱセルシオでねこういう黒塗りのセルシオってなかなかもう今セルシオも見ないですけど、ね、やっぱり BBS のホイールつけてちょっと車高を落とすっていうのはなかなかかっこいいですね。で足回りがね車高調がついてるんですけど、思ったより乗り心地は悪かったですね。ピョン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 跳ねるんで足バネがちょっと硬いのか、まあ、元々そういう乗り味なのかがちょっと分かんないんですけどね。まあねこうこだわりがね生足の方にこだわりがあるのかなっていうのもあるのかもしれないですけどね。あでもねやっぱりセルシオはいつ見てもね見た目はかっこいいです。中がねもうどうしても古さが出るかなっていうのはありますけどね。でも外見はね今見てもそんな古いっていうふうには思わないですけどね。まあ、今回はねこちらのセルシオの、まあ、ATF とエアコンとブレーキ液ですね、そちらのメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。